今日写真撮る？どういうこと？写真撮る？どういうこと？なんで？写真撮る？今日は朝配信。うん。カメラ買いに行かなきゃ。そう、今日までだからね。ぜひぜひ今日で終わっちゃうね。準備がまだ終わってないね。始まってもうちょっとだってしないと。もう終わってない。涼しそう。やっぱ涼しそうこれ。涼しそう。なんかピース変えようかな。帰るか。どうしよう。でも帰らなくてもいつもしてきたな。買えなくて、いや、これで。今つけてるのでいいや。帰るのやめた。なんかピアス他につけたいのがなかった。これ夜の12時まで配信する。やばいでしょ、そんなに配信してたらやばいでしょ。しないです、そこまでは。
10時25分になったらランキングで終わる。25分に読んで30分ぐらいになったら終わろうかな。レートアルザツ美味しかった？どっちの方アルザツ、私のコラボの方、それとも普通のやつ。でもどっちも美味しいけどどっちも美味しい。私のコラボの方はちょっとラム酒の量が多い、風味が強い。ラム酒のコラボのやつの方ラム酒多めでお願いした。そっちの方が好きだから、風味が強い方は。アルコールが入ってるっていう感じではないけど、風味がする。食べた時の お酒って感じではない。別に焼くからアルコール飛ぶ。アルザスの方、そう、アルザスの方、私のコラボの、ライチの方はアルコールは、アルコールじゃない、忘れた。ラム酒は普通の量っていうか、その多くしてもらってない。ラム酒はコラボのアルザスの方がちょっとラム酒が多い。そっちが中が黒い方はライチだね。ライチのやつ確かほうじ茶だから中が黒い、茶色みたいな感じ。ほうじ茶とライチ、今日までなんでね、ぜひ行ける方はゲットしてくれて嬉しいです。カヌレ今日で終わり。今日の何時？今日の閉店までじゃない？でも1日の販売予定数があるから、それに達したらもう終わりかもだけど、どう閉店まで減ってる。
個限定、なんか限定って感じじゃないんだよ、予定みたいな、予定数なんだよね。お店によってちょっと余計な仕方が違うんだけど、1日何個限定みたいな。あんま予定数が100セット2個で1個だから。そう、25分に泣き込みます。今日仕事嫌になったのね。午後休み入れて買いに行こうかしら。午後休み入れて買いに行ってくれるの？嬉しい。通常販売、通常販売はないんじゃないかな。多分なさそう。多分ないと思う。確かにとバイト先の人が一緒に京花ちゃん推しでも話盛り上がって嬉しかった。嬉しい。私推しの人が、嬉しいね。フラのスフルーツサンドも面白かった。フラの方おすすめのフルーツサンド、セリカちゃんコラボしてたよね、フルーツサンドの店。めっちゃ美味しそうだった。カヌレって一般的じゃないのかな、初めて知った人は。みたいな。あ、そうなの？カヌレでちょっと前に流行ったよね。いつかわかんないけど、ちょっと前に流行った。2年ぐらい前かな、あれ流行って。入ってるね、カヌレのお店も。カヌレなんかさ、カヌレだけ売ってるお店みたいな、もうなんかあるよね。確かにカヌレ初めて食べたって人、そう、今回で。カヌレが売ってるじゃん。え、カヌレ売ってるじゃんけどあるの？それ知らないわ。初めて知った。あ、そんなのあるんだね。すごい。
最近いろんな自販機あるよね。カヌレ以外も。あるの、カヌレの自販機。知らなかった。すごいね。見てきたけどカヌレ見たことなかった。見たことなかった。カヌレ美味しいよ。食べてみて。カヌレ、カヌレいろんな味あるけど、私プレーンが一番好きなんだよね。なんかチョコとか抹茶とかピスタチオとか、私のコラボのやつだったらライチとか、ライちゃんとほうじ茶、いろいろ味あるけど、なんかずれてる音。とりあえずちょっと待って、一旦配信止めるわ。もらった？ラム酒の風味が好き。うん、ラム酒の風味、ラム酒の風味にする方が美味しくない？カヌレ。私は好きなんだよ。あ、でも苦手な人もいるからな。あんまない方がいいって人もいるからね。2分前の悩んで、マジか。あ、お話し会、あ、12時までか。あと10頭だ。ぜひ10月と1月の10月と1月のオンラインお話し会が全部なんだっけ、残りわずかまでもう少しみたいな感じだったんで、ぜひ。生出しが12時59分まで。生出しは1時間後だね。握手会申し込んだ。ありがとう。握手会も再開されるんでね、今回から。ぜひ来てください。マスクはなしじゃなかったかな。でもなんか間にこうさ、個別の話し会の時みたいな、なんていうのあれ、シートみたいな透明のあれはあるけど、マスクはなくても大丈夫だったはず。
あ、あとそう、ビニール手袋、それだ。メンバー側が、ね、なんかつけてやるみたいな。確かそうだったよね。書いてた。そう、なんか説明みたいなやつ。彼の中にボケるかどうか永遠悩んでるねえ。ちょっと早いよね、朝。今回の話し会、握手会、一部二部が、一部二部三部とか、一部からのやつがほとんどで7、8夜一番最後の部が何回かあるぐらい。ほぼ一部からなんだよね。早いよね。前回は結構お昼ぐらいとか夕方とかだったけど、今回ちょっと朝早い。頑張りましょう、早起き。前回一番だったら今回昼になってる気がする。あ、じゃああれなのか、なんかこう交代みたいな、なんていう、そんな感じなのかな。頑張りましょう。多いからね、一部、ほぼ一部から。何日か、2日ぐらい、あの夜の部もあるけど、ほぼ一部から。めっちゃ朝早い。頑張っておきます。頑張ろうね。早起き。シムの受付ギリぐらいにヘッドスライディングで乗り込みます。ギリ狙ってくる。でも本当朝早いからね。一部から多い。握手会もオンライン話し会も。一部から。俺の話からは全部一部からだっけ。1、2、3だよね。握手会が一部二部がほとんどで、7、8部が2日間ぐらいあったよね、確か。私ギリギリだよ、電車。
え、電車遅れてて間に合わなかった。でも結構ゲージで行くとチケットとかやってしまったことなんとかギリギリ狙ってダメだったみたいな、あるあるなの。ギリギリ狙って二度寝したら起きれなかったです。みんなギリギリ狙ってダメじゃん、失敗してるじゃん。なるほど、ここあるの、あるんじゃない？多分。さあ、私ね、そうね、時間ないよね、わかる。ちょっと早く起きても、いつもギリギリになっちゃう。時間がある時って会社でメイクする、いや絶対にメイクしてく、私メイクする時間ほぼないからな、短いから間に合わない、その準備の時間じゃ。めっちゃメイクが短い人とかだったらいけるけど、その分早く起きて準備する。会社でもいいか、間に合わないね、時間足りない。特急券乗り換えが大変、なんかさっきなんだっけ、京王線乗り換えてつまんなくて。京王線乗り換え、あ、なんか私もそれやったことだな、なんか東京駅の京王線乗り換え、なんか遠いやつだっけそれ、ちょっと乗り換えだっけ。地下深いところ、京王線遠いやつだよね、ちょっと。なんかそれ前使ったことあるな、その乗り換え。本まで 500m、 え、そんなあるの、遠っ。遠いな。ディズニー京王線、え、ディズニー京王線じゃないのあれって、え、他あったっけ線、あんま詳しくないけど。舞浜だよね、舞浜じゃない、あれ。ディズニーか、ディズニー行くよ。去年、最近は去年行った、今年行ってない、まだ。
ちょっと今暑いから行きたくない。もうちょっと涼しくなったらかな。去年はね11月に行った気がする。11月、去年1回かな、うん、行った。今年はまだ。今夏、あ、確かに今夏休みだから人多そう。あと暑いからね。夏絶対行かない。ディズニーとかそういう遊園地、テーマパーク、ピューロみたいな室内のやつだったらいいけど、夏は絶対に行きたくない。暑いもんだって。もうちょっと寒くなってから。夏行ったことない。今までちょっと暑い時期行ったのは5月とかに行ったことある。でも5月でも暑かった、すごい。別に行ったらカチューシャつけるよ。カチューシャ何個か持ってる。この前行った時はね帽子買った。これ、あ、25分になった？もしかして。このね、ここにあるこれ、これ買おうと思って。これ色かわいい、この帽子。ランキングもあ、これひなことお揃いで、ひなこと言ったの、この時ひなごとお揃いでこの帽子買った。ランキングも13位からランキングも13位、ハマーさんありがとうございます。12位、かのアットマーク、ずっとエイトウィスさんありがとうございます。11位、ワッキーさんありがとうございます。10位プッチーニさんありがとうございます。9位筋肉愛好家さんありがとうございます。8位幻さんありがとうございます。7位クリオネさんありがとうございます。6位大野貴文さんありがとうございます。5位日清さんありがとうございます。4位にゃこさんありがとうございます。3位ゆじゃとマーク、浴衣の生写真可愛すぎて胸が苦しいでしゅさんありがとうございます。2位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がグランザットマーク、許可たむずさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、いいよ。ありがとう。ありがとうございました。夜配信できそうだったらするけど、ちょっとできるかわかんないんで、できそうだったら、ね、明日は、明日いつしようかな。明日も朝やるかもしれない。明日も夜できるか微妙。夜できそうだったら夜するけど、ちょっと朝やるかも。また言います。今日暑いの？
から持っていこう。ハンディファン、これ今充電してる、まだ終わってないよ。充電、あ、でも大丈夫か。ここあら、まあこの見えないね、4つ目のランプがまだ光ってるか、終わってない。30分になったら配信終わる、あと1分ぐらい。今日33度、暑いね。持っていくわ、これ傘持っていかないと。え、雨も降るの？ちょっと荷物多いな。傘と雨持っていくのは、あ、雨じゃない、傘となんだっけこれ。傘とハンディファン、ちょっと持っていくのはあれだ、多い。雨降るの、モバイルバッテリーまだ入れてない。準備終わってないんだよまだ。始まったらそれ。でもこれはちゃんと充電終わってる、昨日から充電しといた、終わってた、起きたら。今からちょっと続きをしてくる準備。まだね、何も入れてない。目の前にこうカバンの中に入れるものがある、全部財布とか、モバイルバッテリー。何も入ってないや、カバンに。今からして続きを。うん、30分になった。で、そろそろ終わろうかな。で、夜配信できそうだったらしますね。できなかったらまた明日の日で。じゃあ、ありがとうございました。またね、バイバーイ。また明日か、夜できたら夜の配信で。またね、バイバイ。ありがとうございました。